今回は皆さん5人でキッカーとしての実力を測る、そんなチャレンジをやっていただければと思っております。なんだこれまでの PK 対決、5人合わせての通算成績は瀬口の圧勝。取れ高保険やリベンジ対決も含めて2勝7敗と不甲斐ない戦いばかりだった。このままではこの5人がファンタスティックスのダメダメな方とかダサダサの方とかいじられるに決まっている。そこで何とかせねばと救済企画をご用意で、まあ突然なんですけど、デリバリーとかって頼みます？デリバリー、デリバリー出前とかすること？あ、めちゃくちゃ頼みますね、はい、頼んだことある方っていらっしゃいますか？あ、全員外食かデリバリーです僕、はいはいはい、配達員もしてましたもんね。そう、アルバイト、あのドラマの役でえ、どんなのを頼まれること多いですか？ラーメンとか。僕、あのポテト系ですね。牛丼。あ、俺も牛丼頼みます、ね、牛丼。最近ささみとブロッコリーとかあるんですよ。あるね、専門店ね。あるある、めっちゃある。まあまあまあ、そんなことはいいんですけれども、なんで聞いたんですか？なんで聞いたんですか？結構深掘りしてくるなと思ったのでそんなことはいいですけど。それではですね、お願いします。お願いします。おー、 おー、すごい。おー、すごい。カジノイーツ来た。おー、すげー、カジノイーツって書いてある。カジノイーツ、すごい。現れたのは、どこからどう見ても番組オリジナルのデリバリー、カジノイーツの配達員。これを使ったチャレンジとは？もうお分かりですかね。中に入れる？イーツの？大正解。おー、難しい。これはむずい。どういうこと？バカっこいいみたいなことですかね。そう、今回挑戦するのはデリバリー配達員の背負うバッグの中にキックでボールを入れるというチャレンジ。一人が配達員となり、自転車で出前を届ける。ヤギッコリーの住むミニチュアハウスの前に置き配し、帰ってくるまでの間にバッグの中にボールを蹴り込めるか。チャンスは5回、そのうち2球入ればチャレンジ成功となります。マジっすか。だからこの即戦力じゃない人をこっちにすればいいと思います。言い方悪いわ。ってことはどっちかってことになるんですけど。そんなことじゃないです。前回のスタジオで八木さんがキックターゲットやりたいっておっしゃったの、はいはい、PK はやったんで、うん、サッカーごとで言うならキックターゲット。あ、なるほど、いいよ。やりこれを、わー、それやりてー、はい、これをちょっとあのぜひカジノスタッフさん側に、はいはい、たはいはい、これキックターゲットじゃなくないですか？俺、的があるみたいなキックターゲットだと思った思いました。サモスさんもおっしゃってましたよね。あ、いいじゃんいいじゃん、はい、やりたいの、絶対楽しいと思ったんで自信満々だと。はい、あれ、はい、ターゲットから。ターゲットから。よし。でもこれって結構こういうタイプじゃないですよね。そうだよね。ループ系、なんかループ系なんですよね。それでは挑戦の前に、実際にどんなものなのか、まずはスタッフが配達員となり感覚をつかんでもらいましょう。準備は大丈夫ですか？はい、はい、練習だから。練習だから大丈夫。よーい、うわ、結構です。結構むずい。これむずい。おー、うまい。あ、これ遅こぎも。やべえ、下手くそ。下手くそ。あ、これ結構難しいわ。おい、あ、いい、いい。あ、ワンバン回りじゃないこれ、もしかして。あ、いいよ、いいよ。この時間もだって入れてもいいですか、本当。この時間は今チャンス、チャンス。これいいですか？ゆうせ、いけ、ゆうせ。あ、くそ。うまい、いける、いける、いける。お皿入ってる。ここでもう追い込みかけれる。そうそうそう、ここ、ね、チャンスチャンス。あ、じゃあ人選いいんじゃないですか、この。だからこっからボールを渡す人みたいなもん。そうだね、いい。あ、確かに。あ、ワンバン。あ、下手くそ。下手くそいる。ああ、そういうこともありってことだね。いや、こっちむずいんか。むずいな、これ。ちょっと飛びすぎるのか。やべえ。